こんなもんだね、いい感じじゃない。レベルアップ。さすがに鋭いわね。いたた。もしかしてストーカーとか。すみません、僕たちはな。クロードさんですか？すでに連絡は取っ。はじめまして、私が艦長の。彼があなた方のサイナードさん。あのサイナードというのは確かに生き物ですよ。ですが主人に。なんだかそれって。まあ我々が飼育しているサイナードは。ああ
間がありません。はい、こちらです。どうぞ。ではこれから各個人のパーソナルデータを記録し、はい。なあ、ネーデジン以外の紋章を傷、さあ、でもやるだけはやらないと。はっ、下っ端はつらいね。データを刻んで言うことを聞かせるなんて。ねえクロード、私たちがエナジーネーデにいること。え？だってエクスペルの人たちから。エクスペル、どうしたのクロード。いや、お待たせしました。ではこっち、ではクロードさんのデータから始めます。そちらの奥に進んでください。痛いことはしませんから。いいというまでじっとしていてください。すぐに終わりますよ。はい、もう結構ですよ。もういいんですか？では次はレナさんです。あ、はい。では始めます。楽にしていてくださいね。はい、終わりました。あなたはネーデ人だから安心してデータが入力できますよ。では、何が起こったんだ。大変です。パーソナルデータを入力したサイナードが凶暴化して。なんだって。このままではホーム自体が破壊されてしまいます。クロード、よし行こう。うわ、サイナードが。やるしかないのか。まあまあだね。こんなもんだね。まだまだいけるんじゃない。やったわ。まさか。まさかですって。ネーデ人以外のデータをに、き、君、これで貴重なサイナードが一匹おじゃんになった。どうしてくれるんです。僕たちは謝って済む問題でもないんですよ。まいったね、まったく。すみません。いや、あなた方のせいじゃありませんよ。データを受け付けないサイナードが悪いんだから。でも死ななくてもいい命を殺してしまったわ。ええ、これ以上あなたたちのデータをサイナードに入力することができないのは事実ですね。それじゃあ私たちはこれからどうすれば。
まあ方法はないわけでもないですが。どうするんですか？ここでする話ではありませんね。一度館長室に戻りましょうか。チェ、もうちょっと早かったら、乱心、サイナード、とか。いたたた。あまり多くの人間に聞かれたくない方法なのでね。まあ、直接は関係しないんですが。言っていることが。あなた方は知らなくてもいい。君。はい。突然、どういうことですか？ここから先は転送先で説明を受けてください。おそらく市長も文句は言わないでしょう。僕たちのすることはまずいことなんですか？世界を救うのだろう。多少の犠牲はし、それって一体。行きなさい。サイナードを手に入れたいのならば。はい。一つだけ聞いてもいいですか？何ですか？一体誰のデータのせいでサイナード。無意味な問いですね。私が答える必要。わかりました。どこだ？よし。あれ？どうして君たちは、僕の方から始めましても変ですかね。君たちは、すみません。僕たち、アーティス？はい、私たちはサイナードを入手するようにナールさんから言われたんです。それでアーティスさんのところに行ったんですけれど。なるほど。君たちがエナジーネーデの外からやってきたという人間です。知っているんですか？はい、一部の関係者しか知らないけど、十賢者潜入と同程度で扱われていましたから。突然のお願いですみません。私たちはどうしてもサイナードを手に入れないといけないんです。それがここに来た理由ですか？はい、ノースシティで僕たちのデータを入力したサイナードが暴走してしまったんです。多分そんなところでしょう。そうでもなきゃ
僕のところに来る理由がないもの。あなたはもう何をすべきなのか分かってるって言うんですか？なんだ、アーティスはここがどこなのかも説明しないで転送したんですか？一体ここはどこなんですか？ここは希少動物保護地域ですよ。僕は管理者兼動物学者のノエル・チャンドラー。君たちが求めているの、野生の？サイナードはもともと野生種です。それをネーデ人の都合のいいように改良したのがノースシティにいたサイナードですよ。野生種がいるんだ。絶滅寸前なんですけどね。最後の一匹が最重要。どうしてですか？それがサイナードの本来の習性だからですよ。サイナードは自分より力と精神が勝ると認めた相手に対。じゃあ僕たちは野生のサイナードと戦って勝てばいいんですね。そんなに簡単なことじゃありません。力だけでねじ伏せてもダメなんです。心も優れていなきゃならない。あのノエルさん、サイナードの元に案内しましょう。でも野生のサイナードは最後の一匹しかいないって。だとしても滅びるのならば、それは彼らの運命です。生きるってことは生き抜くために戦うってことじゃないのでしょうか。さあ行きましょう。ここから南に行ったところです。
怪我はないかい？レベルアップ！やったぞ！嬉しい！何か様子が変だぞ。空気？そんな、まさか。どうしたんですか？ここにいる動物たちから殺気がみなぎっている。じゃあ動物まで暴走しているんですか？もちろん、これは君たちのせいではありませんよ。でも誰かの意志が。十賢者か。うん、彼らならありえますね。保護地域の動物たちは普段この洞窟に入ってくるんですか？いえ、サイナードの匂いを嗅ぎ取って。大変だ、暴走した動物とサイナードが出会ったら。